政治と贅沢会食に物申す。みんなの物申しさよ。今日は暑く、そして理事的に日本のトップたちがどうしてこんなにもずれた。行動を取るのか、なぜ。私たちはそれに起こるべきなのかを深掘りするよ。最初にニュースの概要をバッチリ把握しよう。岸田内閣閣僚が高額会食をしてて、市民は怒り浸透、心と総額がどれくらいかって、なんと一食90万円をしてるんだよ。あでもね。総意のシキュリティって大事だよね。だけどさ、さいくら機密派からも話し合い。でもせめて国民の厳しい現実にもう来て欲しい。こんな時代に高価。 食っっててどうなのって話僕たちの税金で贅沢な食事が行われてるわけだからね。具体例を挙げよう。イメージしてみて、誰かがラーメン食べてる最中に解決策を見つけるかもしれない。晴れさはないけど、その地道な武力が日本を強くするのさ。政治資金の無駄遣いは、どう考えても無責任だよね。政策について話したいなら官邸や会議室があるしさ。さて、私たちってどんなリーダーを望むか考えたことあるこれこそが議論の本質だよ。ぶっちゃけ上級国民のお生活を見ても、私たちの厳しい現実は変わらない。 だだから私たちちの声をちゃんんと聞いてくれる人が必要なんだ今回のニュースを通して政治家はただの人でも神様でもなく私たちと同じ人間として同じ地球で生活してるんだから同じルールを守っていきないといけないんだって思うよ。彼らがどんなに背伸びをしてもね。最後にやっぱり一番大事なのは私たち一人一人の声。次の選挙でこれを忘れちゃダメだよ。高級な会食を続ける政治家が今の日本に必要かどうか私たちが決めるんだから贅沢様いのうって声を大にしよう。ではでは、モノモースでした。バイバイ。